皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。さあ、あずさちゃんの118ステージ攻略していきましょう。おお、全部埋めるってことですね。これはってことは特殊ジュエルを作らないといけないと。そう、今日あれなんですよね、お休みでしたのでシャトレーゼさんにアイス買ってきたんですよ。なんかランキングがあったみたいで、テレビでナルパパが買ってきてってお願いされちゃったので、なんか何だっけ、いちごアイス、いちごバッキーさんっていうね名前忘れましたけど、バッキーさんじゃないですよ、バッキーさんみたいな、いちごになんかチョコレートが中に入ってるコーティングじゃないですけどね、周りコーティングしてるわけじゃなくて、ところどころに入ってるんですよ、チョコレートが。お食べしましたね、美味しかったですね。やっぱりアイスいいですね。まあ今2月で冬なんですけどね、バリバリの冬なんですけど、さあ、こうして、そう。金色のマスを一緒に混ぜておかないとあれですよね。黄色にマス変わらないんですよね。いつも忘れちゃう。下の方を壊したいけど、こうして一段下げますか。横向き、これが横に行くんですよね。青がない。黄色消して。よし、これでオレンジもいける。あ、これで横いける。オレンジの。さあ、これで青消しておいて。よし、いい感じですね。で、赤消して。うん、これでいいですか。下は OK なので、あとはもう。おお、すごいすごい。なんか自動で消えてくれるの嬉しい。さあ、爆発！あ、いかなかった。さあ、これで緑でいけますか。よーし、ありがとうございます。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ありますので、よかったら再生リストからたくさん動画ご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。